はい、早送りです今日も一日脳のリミッターを外してワクワクだらけでいきましょうもう夜ですけどすいません今あ、今日は運気を上げる方法運気を上げる方法持ってる男になる方法持ってる女になる方法を話したいと思うんですけれどもいや今ねちょっともうお酒も入ってるんですけど今くら寿司から帰ってきて クラ寿司俺好きなんですよちょっと仕事でお世話にもなってしかもすごい近所に一軒あって倉、まあ、寿司から帰ってきたんですけれどもちょっと面白いことがあったんでそれをきっかけに喋りたいと思うんですけれども今日うちの次男と倉寿司に行ったんですね長男とはよく行くんですけど次男と初めて行ったんですよ次男高校生なんですけどでねあのビックラポンあるじゃない <laughs> ビックラポンあるじゃないでビックラポンなかなか当たんないじゃん。ね、で今日 次男とらず一緒に初めてて行ってで俺も次男もあんまり小食だからなんか食べてビッグラポンもう帰るかとか言ってで最後の最後じゃあもうこれ入れてこれ入れたらビッグラポンが回るっていうのは分かってて15枚目になったからでこうビッグラポン入れたんですねで入れる時に俺ねこっからまあまあこっからがちゃんと本,本題になるんですけど入れる時に絶対に当たるって分かったんですよこ,この15枚目が。 なぜかというと俺は持ってる男だから俺は持ってる男って俺確信を持ってるんですね自分にねなぜ持ってたかって話を後輩にしますけれどもそしてあなたがどうしたら持ってる男持ってる女になれるかって話も後輩にしますけれどもあのこれを入れたら絶対にビックルポンが当たれると俺確信を持ってたんですねで入れたら、うん、なんか射的とかウーとかやって当たるんですよ当たったんですよもちろん当たったんですよでこれは あのー、まず俺が持ってる男って俺は強い確信を持ってるそして俺が次男と初めてくら寿司に来てもうそろそろご飯食べたから帰ろうかっていう記念だからまあまあ神様が神様とかあんまり言いたくないんだけど絶対に当ててくれるって俺確信持ってたんですよ本当に100%確信あったんですよ入れたら当たるじゃないですか別に裏でくら寿司の人間とつながってませんよそろそろ当ててくださいとか言ってませんよでこれは な問題じゃないですかで俺は長男にあのあ長男ごめんごめん次男に一緒にいる次男に俺確実に今当たるって分かってたよなんでだと思うって言って、まあ、ちょっと話をしたんですねそしたらうちの次男とか結構心理学とか好きなやつであそれって多分あの分母を増やすっていう問題であごめんちょっと今話が飛んだら分母を増やすって問題だねって話になってごめんちょっとちょっと,ちょっとリロー生前って話ねえっとなぜ俺が 俺は持っっててるる男だごごめめんんちょっと自慢してるごめんねただ持ってるからさ申し訳ないんだけど <laughs> 常に要所要所で俺勝ってきてるからなぜ持ってる男かって確信持ってたかと思うと全てのことに俺はイエスって言ってきたから何かやりますかやります何かやりますかやります必ず俺ノーは言わなかったからだから打席数が かんぱなく多いの一般の人に比べて。多くの人がさ、それちょっと自信ないなとかあ、興味ないなとかさ、なんかあちょっと用事があるんでちょっととか、なんかちょっと今日雨が降ってるからやめますみたいなこと言うじゃん。俺は今まで人生において、基本、基本すべて OK、やります。行きます。今から行きます。明日行きます。その日大丈夫です。開けます。行きます。って俺、全部言ってきたのよ。仕事においても、プライベートにおいても。だから、立ってる打席数が違うのね。でね。 もちろん散々失敗もしてるよ。打席に立って三振も山のようにあるよ。ただ山のように打席に立ってるから山のようにヒットも山のようにホームランも打ってるわけよ。だから運気が上がってってんのよ。伝わるかなこれ。うん。だから今日もこの流れだったら絶対にピックラポンが当たるって分かったのよ。 ビックラポンってちっちゃい話って恐縮なんだけどいや倉敷さんすいませんいつもお世話になってますビックラポンはちっちゃくないですよ素晴らしい企画ですよでも当たるって分かったのねでうちの次男もうすうす気づいてるのが文豪の数打席の数だってのがやっぱり分かっていてだから運気を上げるには持ってる男になるのには持ってる女になるのには とににかかかく打席に立つししなないんですよそしてなおかつ、ね、まあこれは言ったらあれなんですけど俺はほらもう2回死にかかってるからもう「ああ五輪中です」って言われる寸前まで2回言ってるからそれで俺生き残ってるからもう絶対に俺自信持ってるんだね。だってあの2回も五輪中寸前で生き残ってるんだからあ俺ほど持ってる人間はないって強い確信を持ってんのね。伝わるかなだと思います。だから まあとにかく、まあまあ、次男にもねまあお前はまだ若いからあれだけど打席に立てようみたいな話をしたんですけれども皆さんもね皆さんもってかあなたもねうんやらない理由はいっぱいあるんだけどとにかくやるとにかくああやるチャンスがあったらやるやらなくていいとこまで首を突っ込んでって手を挙げてやるっていうのが大事でそれによって 山のように失敗しますただ山のように失敗した中からヒットとホームランが生まれるんですよそしてヒットとホームランを打つと確信が持てるんですよいけるってでまあ俺ももういい年だからその積み重ねがあの持ってる男って俺もう疑いもなく確信を持ててるんですね自分でその感じだと思っていますはい だからまあ自信がないなんか私運がないんだよねとかなんかこことっていう時失敗しちゃうんだよねみたいな人いっぱいいると思いますけどまあ俺も若い頃そうでしたただまあちょっと時間はかかるんだけど明日に急には変わんないんだけどでも打席に立ち続けることそして山のように失敗することが運気を高めると思っていますうん。 あとはまあちょっとあの常に上機嫌でいることねあのー、秋元康さんのさ月を呼ぶには映画を見せることは俺は本当に真髄だと思っていて多分秋元さんも100パー持ってる男じゃんあの人も散々聞く話で失敗もしてるけども大ヒットもいっぱい打ってるじゃんだから秋元さんの作中の中に月を呼ぶには映画を見せることがあるんだよ多分ゆっ 自分が上機嫌でいつもいることがやっぱり月を読むには大事でいつもしかめっ面をして不平不満を漏らして周りに当たり,当たり散らしてる人は絶対に運気が落ちるこれは言い切ってもいいこれは神様とかいう問題じゃなくて物理的にそうだもん周りが応援してくんないしうまくいくわけにいいじゃんそんな不機嫌な人と一緒にいたくないじゃん周りの人がだからいつも上機嫌で言うことが、まあ、大事だと思っています 的なな感じかな今日なんか本当に本当にびっくらした音がもう絶対に当たると思って当たったんで若干テンション上がりましたすいませんくだらない話です,すいませんいつもえー、引き続きよろしくお願いします頑張っていきましょう私でした